回のクリティカルヒットは特別企画。なんか今回はいつもと違いますね。場所も雰囲気も、はい、ちょっと衣装もアロハな、はい、可愛らしい。どうしたんですかこれ。スライドの感じがちょっと神田さん右手をくす玉がございますけども、まあ、引いてくださいと言わんばかり。もちろんいいんですか。大将引いてくださいよ。怖いんですけどね。じゃあ行きますよ。はい、せーの、よいしょ。あ、祝100回おめでとう。いつの、え、これ、はい、100回迎えました。おめでとう。めちゃくちゃやってたんですね。めちゃくちゃやってます。なんだかんだでめちゃくちゃ、長寿番組ですよ。100回配信してんだ。新番組カノエコのクリティカルヒット。2021年にスタートしたカノエコのクリティカルヒット、気がつけば100回目に突入。これもひとえにいつも見てくださる皆様のおかげです。今回はスタジオを飛び出して3人で100回記念のお祝いなのだが、っていうか今回2人だけなんですか。あの、いつものいつもの方ね、あちらご覧ください。何何してんの加賀武史さん。何があれ。何してんの浜田美樹さん。何やってんすかそこで。そう、決めさん始まってますよ。もう100回おめでたいですね。おめでたいですけど。はい、玉ねぎスライムのエプロン姿で躍動感ゼロのレモンかじりを披露した木部。そのわけは今回はですね、はい、あのゲームと料理が合体した特別企画になっておりまして、うん、Steam 版が発売となったドラゴンクエストビルダーズ、うん、アレフガルドを復活せよをプレイして、はい、もらいます、うん、1はクリアしました。ああ、その中であの料理をビルドするシーンがありますね。はい、カノさんが料理をビルドしたらその料理にちなんだ料理を私が、リアルでやってもらうと、はい、こしらえますんで、やりましょうよ。すげえ。クリティカルヒット100回記念、ゲームと料理が連動したスペシャル企画。今年 Steam 版が発売されたブロックメイク RPG ドラゴンクエストビルダーズアレフガルドを復活せよをテーマに、カノがゲームで作った料理を木部がアレンジしてリアルにクッキング、2人に振る舞って100回記念をお祝いします。木部さん料理できるんですか。そもそもそれですよ。私はこう見えて大学4年間飲食店に下宿して、そこ住み込みで、はい、あ、すげえ。何のお寿司屋さんです。お、すごいね。はい、え、握れるんですか。卵焼いたりとか。配達係でした。それの下宿あんま聞いたことないですよ。聞いたことないって。ちょっと待ってよ、なんかもっとごちそうな。信じてください。でもそれなりにあの実践してきたんで、はい、そんな不安しかないカノと酒井だったが、うん、めえ。マジ見てて焦りますよね。マジで焦る。大絶賛、まさかの絶品料理が次々登場。さらに、おお、後ろに隠れろって書いてあったよ、寝る気のせいだろ。ゲームはゲームで大白熱。そしてカノ VS 酒井のクッキング対決も。ゆで卵が入ってない。これでいいんですか。ね、なんか泣きそうになるんですけど、すっごい俺感動の100回記念、いざスタートです。スペシャル企画、まずはゲームから。ドラゴンクエストビルダーズがどんなゲームなのか、カノが思い出しながら最初からプレイ。スチームで出たんだ。そうなんですよ。あ、来た、出た。これね、最初からちょっと衝撃ですよ。あら、よく来た。我がわしが王の中の王、竜王。竜王だよ。わしは待っておったその後のような若者が現れることを。ワンのボス。もし私のわしの味方になれば世界の半分をお前にやろう。これ有名なシーンですよね。有名なシーン。そう、これはシリーズ1作目ドラゴンクエストの名シーン。ラスボスである竜王が勇者に世界の半分を与えてやろうと提案するのだが、どうした、え、世界の半分欲しくないのか、
悪い話ではあるまい。これずっとの本編ではいい絵で戦うわけなんですけど、はい、うん、そう、初代ドラクエではこの問いに対していい絵を選択しなければゲームオーバーになってしまう。よくようやく見つけました、うん、一つの忌まわしき選択が生んだ闇に覆われた世界。今この世界は空の光を失い、力なき人々はただ滅びの時を待っています。全てが失われた世界を新しく作るにはあなたの力が必要なのです。さあ時は来ました、クリカの目を開けなさい、ということで半分もらっちゃったんですよね。そういうことだ、竜王から。そっからの世界。本作ドラクエビルダーズは勇者が竜王からの問いにはいと答えてしまったイフの世界が舞台。竜王によって闇に閉ざされたアレフガルドの地をプレイヤーは勇者ではなくものづくりの力を持つビルダーとなって復活させていくことに。ああ、そうだったそうだった、あそこの町を発展させるんだ。最初の舞台はかつて城塞都市だったメルキドの跡地。じゃあ結構最初素材とかもあんまりないから、うん、凝った料理ができないと思うよ。シンプルなものしかね、もしかしたら。意地悪したいですね、キベさんにめちゃくちゃ凝ったやつ、はい、ここに旗をちょっと待って、立てるか。うおうお、拠点となる場所に希望の旗を立てると、さあ、はい、人も集まってきましたよ。あ、本当だ。あ、どこ行った、子供がいる。話す、ピリン。そんなピリンから依頼が。壁の隙間を土で埋め部屋を作ることに。土の素材をもらい、ちょっとね、こうかで置く。あ、うまい、うまいわ、うまい、埋まってく。おお、で置いた。目的を達成。早いな。続いて部屋に明かりを灯すことに。そう、松明。石の作業台を使えば松明を作ることができる。この素材を使って松明を作りましょう。石の作業台で松明作りへ。これか。そうっすね。おお、できた。あ、ついた。あら、初めて部屋が完成したということです、これで。だ、部屋をちゃんと仕切ってプラス松明を置けば部屋の完成ね。はあ。ビルドするための材料はフィールドにも。お、丈夫な草。あ、いける。おお、一個。オッケー。あ、めっちゃいい。家具を配置することで部屋がレベルアップしていく。あ、やばい。やばくです。別に大丈夫です、寝ていただいても。食料となる素材を見つけたりアイテムを作っていきながら順調にビルダーズの基本操作を思い出していくカノ。一方、すいませんすいません、暇な店っすね暇だ、全然お客さん来ないな暇なシェフのくしゃみが炸裂する中。もう設計図、設計図をもらい、こういうのを作ろうってこと。そうっすね。部屋を一から作り上げていくことに。土48、あ、いろいろ必要な。もう地道に。ちょっとモンスターもいるんで気をつけながら
モンスター倒すとモンスターの素材とかも入るのかな。ちょっと一回倒してみてみる。お、スライム。いいっすね。はい。まずは初戦闘。よいしょ。あ。スライムから青い油をゲット。何が作れるのか確認。あ、一気、あ、スライムを倒したあ、スライムだ。部屋に必要な焚き火の材料に。その他の必要なアイテムもどんどんビルドしていくかな。慣れてますね、やっぱ。すごい。体が覚えてる。覚えてる。ベテラン職人のようなスムーズさで進めていたが、やべ、夜になってきたね。あ、本当だ。夜になるとモンスターが。そうなんですよね。日が暮れる前に急いで完成を目指す。ほう。で、焚き火これ。いや、で、これをつければはい、完成。完成じゃないですか。話しかけてみよう。うまくできそう、うん、あ、なんかまだまだ足りないな。ちょっと一回寝るか。一回寝るか。ちょっと確かに疲れてるから。疲れましたね。本当限界です、はい、大事。限界です。職人にとって睡眠は大事。もう一度設計図を見直す。あ、あそこに土が1個。土2個。あ、そこ、そこ、あ、そこっすね。あの角どこ。あ、これだ、うん、はい、あ、来た。設計図通りの部屋が完成。おお。いや、できました。思い出してきました。いや、完全にいろんな素材手に入れたり、あ、モンスター倒して、うん、素材手に入れて、これをね、どん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 俺発展してったの思い出しました。お、そして何よりちょっと料理がまだお腹空きました、はい、あ、くしゃみ一発しただけです。ウォーミングアップはここまで。2人のお腹もいい感じに空いてきたところで、いよいよここから料理との連動企画がスタート。さあ、まずは今の街に何があるかちょっと確認していきましょうか。はい、ここからはさらにアイテムが充実した街に。あのね、街のね、人口も増えてる。増えてますね。これ旅の扉じゃない。あら、そうなんです。旅の扉、別フィールドに移動することができて、うんうんうん、そこでさまざまな素材獲得することができます。そして料理用焚き火もあるみたいな、ちょっと見てみます。料理用焚き火、はい、これか。おお、なんかもうレシピはあるぞ。料理のレシピが登場。現状作れるのは4種類。焼ききのこ、目玉焼き、枝豆サラダ。この辺なんか作ってもらう。あら、あ、とうとう焼ききのこ行ってみます。焼ききのこ行きますか、うん、きのこを探しに行くってこと。そうですね。旅の扉使ってどっか行く。そうしましょうか。じゃあ旅の扉入ります。はい、怖いな敵も。いや、強そう。メルキドにはいなかったさまざまなモンスターが生息。スライムです。うお、強い。なんかさ、これ大丈夫かな。やばい。うーん、よしよしよし、怖い。キノコ探してください。見てます。この下。いや、ざっと見る限りキノコは見当たらず。キノコ、この島で手に入るのか。あ、この下。なるほど、そういうことだ。ありました。ジメッとしたところに生えてるの。あるね、ちゃんとしっかりと。すげえ、すげえわこれ。おお、
これ取って戻りますか。はい。さあ来たよ。じゃあ焼ききのこ、これ作ります。はい、はいはい、作りました。はいはい、焼きのこオーダーありがとうございます。焼ききのこ、ちょっと何のきのこか。きのこ料理、木部シェフはどんなアレンジをするのか。料理を待つ間、ピリンからの依頼をこなしていく。実はお願いがある。最近物を作るのが楽しくていろいろ作ってみてるんだけど、夜になると町のみんなの様子が気になってなかなか作業に集中できない。だからね、私専用の部屋を作ってほしい。はあ。部屋にはそこが何の部屋か分かる壁掛けがあればいいと思うんだけど。いや、クリカノなら何か思いつくよね。藁のベッドと壺と女の壁掛け、私専用の部屋を作ってほしい。ピリン専用こだわりの部屋を作ることに。家具に必要な材料をチェックし、じゃあ他のも取り行こう。素材探しに向かうカノ。その一方、シェフ木部。これ合ってますよね。あれ、これにいいんですか。え。どうだ、何、どうしたんですか。え、大丈夫です。そのままだって。そのままあんまりでしょ。でしょ。キノコってあんま洗わないんですって。洗わないですよね。大丈夫マジで。これはじゃあ失敗フラグがちらつく中、キノコ類をカット。おお、でかー。大木槌を使って素材を大量ゲットしたり、L2 を押しながらジャンプして、おー乗った、おー乗った。ちょっとしたテクニックを披露。スムーズなビルドライフを送るカノに対して、おーすごいすごい。どうしよう。危ねえな手が。まあ太いけどいっか。そしてキノコしかない。あれないな。高台で新しい食材を探していると、あの葉っぱ、あの伸びてる葉っぱ、枝豆の葉っぱっぽい。あ、はい。あ、枝豆ゲット。よし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 。枝豆の材料となる豆をゲット。だいぶ充実してる。オッケー。なんかすごいいい匂いしてきた。確かに。ピリンのお部屋作りも着々と進行。ちょっとこの辺壊しとくか。そうっすね。はい。スペースを確保した上で、わらベッドさ、わらベッド、わらベッドつで、あと壺ってさな。はい。壺で、松明もないと部屋は整理しないから松明。さすがですね。任せて安心のカノ建設で、女の子の壁掛 け。あれ足りねえ。あ、なんだ、染料、木材。染料だ。染料って何。あ、これだ、青い油。おお。そんなことがあると思ってベースは倒してきました。近場でスライムをサクッと倒し、染料をビルド。焚き火行って、おお、はい、できました。はい。木材、あ、木材はもらった。木材はそうですね。この木でしょ。
やばい。もう腹減ってます、キベさん。はい。はい。もう参ります。もう参ります。ゲームでもリアルでも空腹を感じる中。で、来た。来た。女の子の壁掛けゲット。ピリンの部屋に必要なアイテムをすべてビルド。壺を置きます、枕元に。で、火、松明、松明を。きます。あ、いける、いけるか。ワイで、ここに土で補強して、で、女の子の壁掛けを着た。置けば。もう、はい。おお、素晴らしい。こっちはできたよ。お待たせいたしました。あ、できた。え、すげえちゃんとしてる。おしゃれ。はい、何これ。こちら。灼熱炎のミックスキノコソテーになっております。うわー、うまそう。すげー。最後、灼熱の炎ということで、うん、お、激辛パン結構入れてる。いや、これは大丈夫です。大丈夫なんですか。はい、辛くないやつ。はい、これでいいんだ。あ、もう本当ただキノコ焼いてボンじゃないんだね、ちゃんと。そうです。なんかね、ゲーム内では結構口刺しにしたみたいなね。ゲームと連動したキベシェフによるアレンジ料理。一品目は灼熱炎のミックスキノコソテー。エリンギとシイタケをささっと炒め、クレイジーソルトで味付け。下に敷いたスライスライムの爽やかな香りがアクセントに。さて、そのお味は。食べてみますか。はい、いただきます。はい、いただきます。ぜひライムと合わせてお召し上がりください。あ、うまそう。うまそう。めちゃくちゃいい香りする。いただきます。はい。うまい。ありがとうございます。ちゃんとうまい。うまい。ありがとうございます。なんかおしゃれな味する、うん、あ、そうですね、うん、あのクレイジーソルトがポイントで、ね、クレイジーソルトだ。なるほどね、はい、最初のあの洗っていいんだっけこれみたいな感じの不安ではあったけど、はい、うまい。ちゃんとうまいっす、はい。ありがとうございます。お酒も飲みたくなるね。確かに。これじゃあ枝豆とかもただの枝豆じゃなくてみたいなことなんだ。酒井さん、そりゃそうです。じゃあやろう。やりましょう。もう早々に枝豆準備できてます。こちらは俄然料理への期待値が高まる2人。早速枝豆をこちらビルドします。はい、はい、できました。お願いします。枝豆ありがとうございます。枝豆をアレンジって結構難しそう。2品目は枝豆。素材に近い形の塩茹でが一般的だが、キベシェフはどんなアレンジを見せるのか。一方の職人カノ。お着替えのできる衣装部屋。衣装部屋。仲間のために衣装部屋を作ることに。必要なのは石のクローゼットと石の椅子2つ。どっか新しい部屋作らなきゃ。まあ側方とかになりますよね。ここにする。はい、この辺入り口にする。あだね。なるほど、うん、これどうでしょうか。あ、素晴らしい。で、石？石の椅子。あ、でもいけるじゃん。おお。そしてメインとなる石のクローゼットに必要な素材は木材とボロ切れ。
ゴロキレは旅の扉青にいる骸骨を倒せば入手できる。倒しに行きます。一方キベシェフは何やら白髪ネギを作り、え、枝豆の匂いじゃないんだけど、ごま油の香りが。確かに茹でて終わりじゃないんだ。ボロキレ目当てで骸骨を倒していくカノ。OK、 必要なボロキレはあと一つ。手に入らない。倒しても必ずゲットできるとは限らない。痛い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 。これで出ろ出ろ。いや、こんなにボロ切れてないって。マジで。ラス位置がなかなか出ない可能。オッケー。あったあったあった。オッケー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 。初めて手こずりましたよ、うん。メルキドに戻り、念願の石のクローゼットをビルド。できた。きた。でこれをぶち込めば、うわ、結構いかついとこに。カノさん、こんな間取り見たことない。で椅子セット。椅子セット。おー、できました。はい、こちらもできました。あ、じゃあ妻も。さあキベシェフ、枝豆をどんな形にアレンジしたのか。こちらです。はい、何ですかこれ。はい、何これ、おしゃれ。え、玉ねぎ。ありがとうございます。はい、え、こちらですね、あえて箸で食べる中華風枝豆。中華風、何それ、あえて、あえて、あ、そうです、なるほど、あるし、かかってんだ。枝豆をごま油と鶏ガラスープの素で炒めて、なんとワイングラスを器に、あえてお箸でいただきます。すげえ。これ箸でこのまま普通に、はい、食べてください。うめえ。マジで中華料理だ。あ、うまい。すげえ。ありがとうございます。めっちゃうまい。もう僕地元もうずんだで有名な宮城ですけど、す、ね、初めて食べました。 ありがとうございます。いや、でも止まんない、止まんないこれ。え、居酒屋とかでも絶対こっちの方がいいよ。牛さん考えたんですかこれ。いや、もちろん、はい。絶対嘘。あのイケてるシェフじゃないと思ってるじゃん、こういうのは。いやいやいや、すごいね、はい、どんどん楽しみになってきます。ありがとうございます。舐めてました、すいません。すいません。そう言っていただけると作った甲斐があるっていう。キベのアレンジ料理に舌鼓を打ちながらビルダーズを進めていくカノ。うわ、あー、気をつけてください。強そう、絶対。HP 頼むよ、また。見てます。HP。やばい。あ、半分。何？半分。使うってこと？あ、あれ？あ、通した通した。おー。OK。モンスターの襲来を阻止すると。扉。旅の扉ゲット。旅の扉赤をゲット。新たに。すげえ。すごい、みんな喜んでる。すると、また新しい場所に行ける。ん？私この頃料理に凝ってるの。あれ？最近新しい料理を開発したくてうずうしてるんだ。私が考えたのはキメラのくちばしにバッタと桃ガキを入れて、なんか気持ち悪いな。青い油と土で煮込んだ料理だ。それロッシーに話したらそんなの食べたら死ぬっていう。そうだ。だからね、クリカの素敵な料理を考えて私に作ってくれない？素敵な料理。
赤い扉で行けるドムドーラという場所に昔有名な料理人が住んでいた。なるほど、ドムドーラ。お肉を、お肉料理だ。行ってみます。料理人がいるというドムドーラへ。すると5ぐらい、ちょっと準備が始まりました。なんか始まってる準備が。オーダー入りそうな雰囲気が。ピリンの言うお腹にたまる何かにお肉を挟めばできる料理が本日のメインディッシュ。皆さんは分かりましたか？砂漠のフィールドで料理人を探すカノ。ドムドーラ、どこだ。うわ、やべ、強そう。強そうなモンスターの姿も。料理人？素材目当てで戦ってみると、こいつ倒したか。やばい、力ためだ。出たよ、ガズーさん。あ、なんかお肉入ってた。あれ、初めて生肉を手に入れた。あら、あ、ウサギステーキ。生肉をゲットし、さらに奥へ進む。あ、いた。あ、いた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 。生前料理の研究をしていた美食家。出た。美食家から料理について聞いていると、レンガ料理台を作り出せ。命を奪われてしまった。おお、でかい。強そうな鉄のサソリが出現。え、知らんよ。見てます。いや、強い。あ、これ気をつけてください。うわ、危ねえ。あれ、うわ、待って、これちょっと離れたら最初からなっちゃう。マジか、やばい、これやばいっす。ナイス、半分、半分、これ過ぎ、半分過ぎた。どっちが、もうやばいっす、 HP やばい。ちょっと待って、待ってくれ、待ってくれ。回復、回復どれ。もう入れといてください、回復。あ、今全然それじゃないです。やっば、カノやばい。追い回され、回復どころではないカノ。あるある、1個ある。もう隣、隣、そうです。やばいわ。あ、これやばい。 OK。 なんとか鉄のサソリに勝利。するとレンガ料理台の作り方を教える。このレンガ料理台を、お、またちょっと幅広がるんじゃないですか、これ。レシピを見よう。これだ、ニュー。レンガ5個、料理用焚き火、鉄のインゴット。これだ。あ、あるね。所持していないのは鉄のインゴットのみ。早速採取へ向かう。石ついてるやつですか。ああ、これか。初めての鉄。あ、鉄のインゴット。あ、来た。おお、これ鉄か。取っとく。アイテム取れば取るほどいろんな思いつくんだね。これでようやくお待ちかね、レンガ料理台のビルドへ。そうか。で、鉄のインゴット作ります。はい、レンガも作ります。作ります。10個で足りるかな。いけます。来た、はい、料理用焚き火作ります。で、はい、来るよ。レンガ料理台作りました。はい、はい、来た。で、これをレンガ料理台を設置すると、ねえ、なんすか。新たな料理のレパートリーがお目見え。ウサギステーキか、思いつくんじゃないか。うん、ある、うん、あ、来た、ハンバーガーをひらめいた。それじゃあハンバーガーお願いします。はい、ハンバーガーかしこまりました。
キベシェフが料理に取り掛かり、そしてお待たせしました。おお、え、ちょっと待って、何これ本格的。すごーすごー、うーわ超美味しそう、はい、これシェフの気まぐれハンバーガー、キベの、はい、キベのキベシェフの、キベシェフによるアレンジ料理3品目はシェフの気まぐれハンバーガー。今日の気まぐれは何なんですか。じゃあちょっと食べていただいて、はい、え、すんげーチーズ、うわ、いただきます。うん、うん、うめうさぎの好物なんですか。人参、はい、ということで、なるほど、人参のしりしりがちょっとアクセントになって、うまい、はい、これうまい、肉汁もすごいし、でも人参のシャキシャキ感もいいですね。効いてる、人参、良かったです、良かったです。マジでお金取れます。マジ店出せますよね。マジで出せます。本当にうまい。クリカのカフェで出しますかね。いいですね、はい、まだ あるんで、はい、うまい、別に、はい、まだあるの。まだビルドすればするほどあります。おー、はい、うおー、いらーいっぱい。次回もゲームに興奮、料理に感激、ゴーレム襲来でビルドした街が壊滅、なぜか狩野バーサス酒井のクッキング対決も。いやもうゆで卵誰か、はい、これでいいです、ね、チャンネル登録、高評価、コメントどしどしお待ちしております。過去の動画はクリティカのヒットの再生リストをチェックしてみてね。クリティカのヒットの再生リストをチェックしてみてね。大切なことなんだよ。2回言わないと。2回言わないと。2回言わないとだ。